ははははいい、えー、どうもはうもおよございますすここんんんにちはこんばんは、えー、天俊です、はいえー、今日のトークテーマなんですけども、えー、YouTuber さんって、あのー、すごいなっていうお話なんですけども、あのー、YouTuber さんねあのい,ろいろいろね、まあ、いつも言ってるけどヒカキンさんだとかヒカルさんだとか、ね、いろいろねフィ,フィッシャーズだとかっていろんな方もいたりとかあとは個人でやられてる方とかあとはその会社でやってる方とかいると思うんですけども。 でこう演者さんというかね、自分が出演して、あのいろいろお,お笑いやったりとかこう、商品紹介やったりとか、まあ、企画やったり、考えたりやったりっていうことやってますけども、まあ、YouTuber さんって本当にすごいですよね。まあ、あのトップっていうか、上の方になるともう、がっぽがっぽですよね。まあ、まあ、お金ばっかりが全てじゃないけども、いろいろね、考えてね、あのやられてると思うんですけども、あとはその、やっぱりね、YouTube って、あれで、ね、どっちかっいうと、 まあ自分も今 YouTube でこう演者っていうかこう出てやってますけども今まではどっちかっていうと見る側というかね見る側の人というか YouTube って見てるだけでやるって感じじゃなかったんですよねでなんかいいなとか羨ましいなとかなんか輝いてるなとか何かいろいろそういうふうにやっぱ見るんですよねでまあ音楽しかりまあそういうのもあるけどやっぱり YouTuber さんのやつでうーん ななんか楽しそうだなってまあお金があったりとかね時間あったりとかするとやっぱりそういうこともできるのかなとかヒカルさんみたいにこう祭りくじ買い,占め買い占めてやるとか、ねじえー、10万円でコンビニのやつ買ってみたとかまあまあお金が全てじゃないけどもね企画力だったりもするからまあいろいろやり方はあるけどもやっぱ YouTuber さんってやっぱりあれですよね影響力あるから企業さんとかねコラボして。 ね、テレビ出演してくださいとかあのー、ネット広告のなんかこう、CM に出てくださいとかいろいろ多分そういうのあるんでしょうねいろいろ。だからこう YouTuber さんの存在というかねまあ、えーまあ、どうしてもちょっとアホなやつもいるからなんか逮捕,さた逮捕されたりとか,なんか二股かけただのいろいろ YouTuber さんでも問題を起こしたりする人はいますけどもあのちゃんとね考えてねあの やってる方とかいっぱいいるんで編集とかやったりとかこうねいろいろ言葉気をつけて喋ったりとか炎上しないようにとかってみんな気をつけてあの大抵の方は真面目にやってる方多いと思うんですけど一部の方がねスクランブル交差点で寝てみたとかあの白い粉を警察署の前に落として逃げてみたとかそういうわけわかんないことやんなはダメですけどもあのちゃんとね健全的にこうカード開封だとかこうなんかいい言葉言うとかなんかこうね まあさんっぽい感じでやるのは全然あれだと思いますでねまあ確かにねこう YouTube の規制も厳しくなったりとかしてねいろいろ小さい子供が出たらダメだよとかギャンブル系の動画はダメだよとかもうもちろん暴力系の動画はダメだよとかいろいろ規制が入ったりとかねあとは著作権の関係とか、まあ、難しいですよね難しいんですけどまあ まあ、あとは人のことを侮辱したり会社のことを批判したりとかそういうのとかじゃなければ全然いいのかなと思いますね。あとは楽しくやったりとか、うん、まあいろんな人とこうコラボしてやってみたりとかっていうのも楽しいですよね。うんなんかこうあとはその継続してやれてるっていう人が本当にすごいなと思います。俺ももちょっとねねどうして,も、ねまあ頑張って やってはいるんですけどサボりがサボっちゃう時とかもあったりとかするんでねもっともっと頑張ってねあのみんなに見てもらいたいんだっていう気持ちをねちゃんとね自分の心の中に宿してじゃないけどあの思ってこう楽しんでもらおうっていうエンターテイナーっていうかエンターテイメントみたいな感じでねあのやっていけたらね本物の何ていうのかな前任者じゃないけど。 こう本本当物のみたいなな感じになれるんじゃなないかなと思います別に年齢とか関係ないんでねあのキッズチャンネルって子供の YouTuber さんもいるし、ね、あの中高校生ぐらいの YouTuber さんもいるし大学生とか、ね、社会人の YouTuber さんもいっぱいいるし、ね、40とかのし、ね、お,おっちゃんおばちゃんみたいな人も YouTuber やってたりとか、ね、80歳の藤子ばあちゃんっつってパチンコばっかりあげてる人もいるしお笑い芸人さんとかも。 あとは元アイドルとかね,ね、お笑い芸人、アイドルとかね、いろいろね、いろんな方も参入してますね、本当にに。YouTube って今まであんま認められてなかったけど、だんだん認められてきてるっていうか、うん、まあ、まだね、そろそろ、まあ、個人事業っていうか、個人なのかな、まだ自営業みたいな感じの、とまあ、稼げるようになった時に、その扱いなのかな。でもその ね、社会保険とかねそういうのもねユーチューバーでもだんだん会社組織になれば入ったりとかもすんのかねだからユーチューブの世界をね盛り上げていけばねユーチューバーさんもねまたね動きやすくなったりこうやりやすくなったりすると思うんでねまあ俺もねユーチューバーの端くれみたいな感じでやってますしまあ いや続け、続けれてるかやめちゃうか分かりませんけどもね、まあ、できる限り頑張ってやりますんでね、あのー、皆さんにね、笑顔とか届けられたりとかしたらいいなと思います。えー、ちょっと真面目な感じで、なんか、いつもと違くて申し訳ないんですけども、終わりにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。